ベレンコ注意亡命事件。ベレンコ注意亡命事件は、冷戦時代の1976年9月6日、ソビート連邦軍現役将校、ビクトル・ベレンコが、ミグ -25、ミグ -25 迎撃戦闘機で、日本の函館市に帰し、亡命を求めた事件である。ミグ -25 事件とも呼ばれる。1976年9月6日、ソ連防空軍所属のミグ -25、 戦闘機数機がソ連極東沿海地方のウラジオストクから約 300km 北東にあるチュグエフ各基地から訓練目的で離陸。そのうちのビクトルベレンコ防空群中尉が操縦する一機が練習空域に向かう途中で突如コースを外れ急激に飛行高度を下げた。これを日本のレーダーサイトが午後1時10分頃に捉え、領空侵犯の恐れがあるとして、 航空自衛隊地と赤地の海 -4EJ が午後1時20分頃にスクランブル発進した。空自は地上のレーダーと空中の海 -4EJ の双方で日本へ向かってくるミグ -25 を捜索した。しかし地上のレーダーサイトのレーダーは航空機の超低空飛行には対応できず、また海 -4EJ のレーダーは 地表面におけるレーダー波の反射による上乱に弱く、低空目標を探す能力、ルックダウン能力が低かった。海マイナス4戦闘機に付与されたルックダウン能力は、実用に供された戦闘機においては、史上初めての試みであり、当時の先進国で一般的に運用されていた戦闘機の技術的な限界であった。それを上回るルックダウン能力を備える海マイナス 14? ス -15 は当時の最新鋭機であり、開発したアメリカ空軍でも実戦配備が開始された直後で、日本の航空自衛隊にはまだス -15 が導入されていなかった。そのためミグ -25 は航空自衛隊から発見されないまま北海道の函館空港に接近、市街上空を3度旋回した後午後1時50分頃に滑走路に強行着陸した。 この時着地点は誤って滑走路の中ほどよりに設置したためにドラッグシュートを使用したにもかかわらずオーバーランし前輪をパンクさせて滑走路先の草地にある ILS ローカライザーアンテの手前で停止した燃料の残りはほぼ限界に近いほどに減っていたという着陸時の一部始終は空港敷地内で工事をしていた現場監督が撮影していた監督は撮影しながら 機体に近づいたが、ベレンコ中尉が銃を取り出して、空に向けて威嚇発砲したため危険を感じてフィムを差し出した。後に、ベレンコ中尉は抵抗の意思がないことを示すためだったと証言している。また、当時学生だった航空機ファンの地元民が低空で飛ぶソ連機に気づき、授業を抜け出しか走路のフェンスをくぐり抜け近づいたのが、最初の接触だとの証言もあり、こちらも、 空中への威嚇発砲を受けたという。なお、ミグ -25 の着陸後に空港の航空管制官が自衛隊にミグの着陸を通報したものの警察に電話するように言われ、警察に電話したところ今度は自衛隊に連絡するように言われてしまう。これを受けて航空管制官がとにかく早く来るように警察に伝えたところ着陸から20分が経過した午後2時10分頃に ようやく北海道警察の警官隊が到着した。その後箱館空港周辺は北海道警察によって完全封鎖された。領空侵犯は防衛に関わる事項であるが、日本国内の空港に着陸した場合は警察の管轄に移るという主張から警察によって封鎖された現場から陸上自衛隊員は管轄権を盾に締め出され、 情報収集のため航空自衛隊千歳基地から来た隊員も函館空港事務所に行くものの門前払いされた。6日当日の北海道警察による任意取り調べにベレンコ中尉はアメリカ合衆国への亡命を要望し合わせて当初千歳空港を目指したが千歳空港の周辺は曇っていたため断念し函館空港に着陸したと供述した。 ソ連側は当日中にベレンコとの面会と、身柄、機体の早期引き渡しを要求したが、翌7日に身柄は、東京に移送され、8日にはアメリカが亡命受け入れを通告。防衛庁の事情聴取を経て、9日にはソ連、大使館員がベレンコに面会し、意思確認をするとともに本意を促したが果たせず、9日中に、ベレンコは、 東京国際空港からノースウェスト航空の定期便でアメカに向かい出国する。10日には法務省から防衛庁に機体の管轄が移される。時代背景的には米ソデタント崩壊の直前という時期にあたる。緊張は緩和されていたとはいえ、相手陣営の軍用機が領空を侵犯し、また高度な機密情報を抱えたその機体を確保したことは 軽視できる事件ではなかった。実際に、函館駐屯地で開催予定だった、駐屯地祭りの展示用として用意されていた61、式戦車、35平方ミリメートル連装降車機関砲 L-90 が基地内に搬入され、ソ連軍来襲時には戦車を先頭に完全武装の陸上自衛員200人が、函館空港に突入。 防衛戦闘を行う準備がされていた。その時、国籍不明機が3機西から来て、校舎砲部隊は栄光弾を発射して迎撃準備をした。不明機を指認し発射しようとする時、友軍機という連絡が入り、発射されなかった。国籍不明機は航空自衛隊の C-1 輸送機であった。発射命令は文民指導部から全く許可を受けないで行われたため、 教訓をまとめた文書は全部廃棄された。海上自衛隊は、大港地方隊を主力に3隻を、日本海側2隻を太平洋側に配置して警戒に当たり、函館基地隊の総海艇は、函館港一帯の警戒、与一防備隊の魚雷艇は、函館空港付近の警備に当たった。同時に、大港基地のヘリコプターは常時津軽海峡上空で、 警戒飛行にあたり、上空には、マクドネル海 -4EJ が24時間、懲戒飛行を実施した。この際、海上自衛隊の両飛警備署内に、陸上自衛隊東北方面隊の対戦車隊が、集結し、64式対戦車誘導弾と60式106ミリ無反動砲を用意して、ソ連艦艇が、強行侵入した場合の迎撃担当として、待機していた。 実際に、ソビエト連邦外務省からは、機体の即時返還要求があり、当時の最大野党である日本社会党もこれに同調したが、アメリカ軍は、航空自衛隊の協力の下で、9月24日に、外交官令上認められている、機体検査のために、ミグ -25 を分解し、アメリカ空軍のロッキード C-5A ギャラクシー、大型輸送機に搭載して百里基地、 茨城県に移送した。機体には、函館の皆さんさよ用なら、大変ご迷惑をかけましたと書かれた横断幕が掲げてあった。移送の際には、ソ連軍による撃墜の可能性を考慮して、空時の海マイナス 4EJ 戦闘機が函館から百里まで護衛に当たっている。機体検査の後、11月15日に、機体はソ連に返還された。事件終結後、 日本国政府は対象に当たった陸時に対して同事件に関する記録をすべて発揮するよう指示したが、これに対し当時の陸上幕僚長、三好秀夫は自らの辞意を持って抗議した。ベレンコ中尉の亡命理由については諸説挙げられている。ベレンコ中尉がもともと CIA の協力者だったとも言われるが証拠はない。この事件は パイロットの亡命要求であることが幸いしたが、仮に侵略や攻撃目的の場合でも、同様に航空自衛隊の防空網を簡単に突破されてしまう危険が露呈した。このため、日本のレーダー網の脆弱性が批判され、日本の防空能力は必要最低限にすら達していないという声が上がった。この事件を契機に、日本における防衛論議の流れに変化が生じ、 それまでは予算が認められなかった早期警戒機 E-2C の購入もなされた。一方のソビエト側はレーダーサイトが敵機、味方機を識別する暗号を変更せざるを得なかった。また、当事件の調査のためチグエフカ空軍基地を訪れた委員会は現地の生活条件の劣悪さに驚愕し、直ちに誤解立ての感謝、学校、 幼稚園などを建設することが決定された。この事件は極東地域をはじめとする国境部の空軍基地に駐屯しているパイロットの対偶然の契機ともなった。また、この事件によって抵抗度侵入の有効性とルックダウン能力の低い戦闘機の問題点が浮き彫りにされてしまったため、当のミグマイナス -25 自身を時代遅れにしてしまうという皮肉な結果を招いた。 ミグ -25 は高高度高速侵入する敵機の迎撃が主目的で低高度侵入する敵機への対処能力は空自の回マイナス 4EJ よりさらに劣るからである。後にソ連は大幅に改良したミグ -31 戦闘機を開発することになる。アメリカはそれまでミグ -25 を超高速戦闘機として恐れており、 それを意識する形もあってかかいマイナス15を開発していた。しかし実際にはミグマイナス25はそれほどの脅威と呼ぶに値しなかった。特にそれまで耐熱用のチタニウム合金製と考えられていた機体が実はステンレス鋼板に過ぎなかったこと、真空管などを対応した電子機器が当時の水準としては著しく時代遅れなことに驚愕し、 対ソ連軍事戦略にも大きな影響を及ぼした。しかし、真空管を使うのは時代遅れとの説やミグ -25 をアメリカが共意視していたという説には異論もある。詳しくはミグ -25 を参照。プラモデルメーカーの長谷川製作所は折しもミグ -25 の1、72キットを販売した直後だったが、この事件以降売り上げが 爆発的に増加した。このため、数年後に他のメーカーがガンプラなどのキャラクター商品に集中していた時期も、長谷川製作所だけが従来の軍用機シリーズの販売に傾倒していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。